ラリンは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカデデサに属する。自治体の人口は2万1254人で、そのうち1万人以上が居住する、市街地と農村部にある52の地区に分けられる。ラリンは、コマルカドデサの中心かつ主要な自治体であり、ポンテベドラ県内では、カンガスに次いで7番目の人口規模を有する。 2011年の人口は21,127人、人口密度は64.6人、面積は3 2 6 8トルで、県内で最大、ガリシア州では4番目の広さの自治体である。ラリンは、ポンテベドラ県の東北部に位置し、市税だ。ビラデクルセストは、北西部で、西部は、フォルカレート、北東部は、 アゴラーダとロデーロと南西部はドソンと、そして南部はオイリーショの各自治体と境をなす。オーレンセ県の自治体であるイリー遺を除き、これらの隣接自治体はすべてポンテベドラ県の同一、コマルカに属する。住民骨肖は男女同系のロリネンス。ガリシアゴア社の自治体住民に占める割合は97.84%。ラリンという地名は、 高年山マルテーニョデラリンデアリーバ修道院が建設されることになる。この地を受け持っていたデサ伯爵の小作人の一人ラレノに由来する。ラリンはラリン司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。出典、イネ1900年から1991年、1996年から2007年の自治体選挙の結果、現在の自治体主張は、 ガリシア国民党の書籍レスポイグレシアス。自治体表議員は、ガリシア国民党、13、ガリシア社会党、5、ガリシア民族主義ブロック、3となっている。ラリンは、近隣の自治体アエストラーダが、カピタルデモブレと呼ばれるのと同様に、ガリシアのカピタルデモーダの一つである。自治体内には、フロレンティーノ、モントートトイペス、 ゲラルなどのアパレルメーカーの工場が立地している。エントロイドの前の日曜日に、ガリシア風煮込み料理のフェスティバル、フェイラデコシードが開催される。6月の23、24日に、ロソン教区でコルピーニョの巡礼祭りが行われる。ラリンは48の教区に分けられる。ABC、イゲ、ガリシア自治州政府。2012年5月28日閲覧。 ネーラ、カルロス、エボリューションノウソドゥ・ジェリゴ・ポル・コンチェロズ、プラザ・プーブリカ、http、プラザ・ガル、リクールソ、1263、エボリューシオンノウソドゥ・ジェリゴ・ポル・コンチェロズ。ロリン、パルティード・ジュディシャルナンバー8でポンテベズレ。コンセホ・ゼネラル・デロース・プロクラドアーズ・デ・エスパーニャ、2012年5月28日、閲覧。 パブラシオネスデイチョデスで1900アスタ1991シフラスオフィシャルズデロースセンソスリスペクチボスシフラスオフィシャルズデパブレーシアンリザルタンツデラレビシオンデルパドロンミューニシパルエイチデエネロありがとうございます